なんかブリとか食べたい。この時期も。ブリ大根みたいな。ブリ大根。今日昼の寿司食ったんだけど。今日だから、そう。今日だから、もう、絶対ターキー食べれるから、うん、今日は昼は、寿司にしようと思って、一人回転寿司行っちゃったよね。ほんと。すごいよね。お腹すかせとくとかではなくて。何皿食べたんだっけ？今日はね、あ、でもね、今日は7皿。ま、7皿。うん、マックスで8いけるから。マックスそうか。結構マックスで近いところまで。あと一皿。おっしゃも、大丈夫大丈夫。その、7皿のうち1皿は味噌汁。うん、あ、そうなの味噌汁なの、うん、ちゃんと、味噌汁カウントしてる。だから、6皿、実質6皿ね。うん、うん。12貫分ぐらい食べて、うん、味噌汁飲んでいらっしゃる。一人で回転寿司に行くんだね。行けるどこまで行ける一人で。一人で、うん、え、どこまで行ける一人でさ、うん、なんかこう、ご飯食べてるの想像できないあんまり。あんまり、カフェとか、ラーメンも行かないですね。うん。うん。何で一緒に何食べてんの普段。別におしゃれなカフェとかじゃない、うん、あ、こう、これだこういう系ね。こういうの、こういうの、ね、ベーカリーカフェはね、一人で行きやすいんですよ。一人の人も多いから。回転寿司も、でも食べたいなーって時あるから、うん、いいかもね。え、お寿司食べたいなっていう時は、どうすんの食べない。え、食べない。すごい食べたいなって時は食べない。すごい食べないっていう。あ、そう。すごいな。お寿司食べる機会ないな。そうでしょ、うん、そうなの。それに気づいてから私ね、うん、今年回転寿司マニアになっちゃって。ああ、そっか。週2で回転寿司行ってる。すごいね。週2で行ってんの一人で。え楽しくてしょうがなくてさ、もう今ここに座った瞬間にここは私の時間とか言って思うわけ。うん、でこう、まあ、いろんなシステムがある。ピピピピってこう来るところもあるし、すいません。冷たいみたいな、こういうシステムあるわけ、うん、でも私結構好きなものが、おじさん系の渋いのが好きだから、ね、結構ね、おじちゃんと好きなものが被っちゃって、うん、っていう、こう、言おうとしたら、おじちゃんが、つぶがいと縁側、やばい、同じ。恥ずかしい。そう。恥ずかしい、みたいな。恥ずかしい、ね。そう。もう一皿ずつとか言えないとか思って、うん。なんかそういう戦いはあるよね。そうなの戦いがある、ね。回転寿司あるある。恥ずかしいよね。一回縁側とか割れちゃったら、一回エビとかなんか挟んできたいよね。そう。違うのよ。違うの挟んできたいよね。そう。恥ずかしいもんね、なんかね。ヤギ氏はいけそうだね、でも。全然いける。ラーメンも？ラーメンもいける。うん。ファミレスも行ける。うん。あ、ファミレス大好き、ファミレス。全然行く。デニーズとか超行く。大好き。いいよね。入りやすい。そうなんだよ。パスタうまいよね。美味しい美味しい。ハンバーグも美味しいよ。うん。タチタチになってんじゃん。疲れてんの？疲れてん。食べなよ。肉食べなよ。疲れてない。私も一個食べちゃったからね。残りで食べちゃったね。ダダイさんが。あんま見せないよ。これあれだから、骨。骨やね、骨。身は全部食べたからね。綺麗に食べたね。